上田隆順は毎日放送所属のアナウンサー。兵庫県神戸市の出身で、兵庫県立清流高等学校から、筑波大学第三学軍工学システム学類に進学。大学時代は水泳部に所属していた。大学卒業後の2000年にアナウンサーとして毎日放送へ入社。同期入社のアナウンサーに上田悦子と西村麻子がいる。 入社当初はスポーツ中継のリポーター、実況を担当。その後は報道、情報系の番組からバラエティ番組まで幅広く経験を積んでいる。MBS ラジオでは2002年4月から2011年10月まで9年半にわたって日曜出勤制ラジオのパーソナリティを務めた。ちなみに上田悦子と区別するため入社以来、 テレビラジオ番組ではフルネームで紹介することが多い。2007年9月まではテレビ番組へ出演する際に上田孝之という名義を用いていた。MBS テレビでは近年主に定時ニュースや各種番組のナレーションを担当。レギュラーで出演する番組もラジオに集中している。しかし東日本大震災の発生以降はラジオ報道部制作の番組で同震災や 原子力発電所作業員に関する問題を盛んに取材している。なお、新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を経営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが、 上田はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。宮川大輔にの動画にや、垂れ気味ながらクリクリとした目が特徴。毎日放送への入社後に結婚した。現在は一男一女の父親でもある。毎日放送への入社後は、 アナウンサーとして勤務しながら、インプロの俳優としても活動。インプロの技術を学ぶ目的で、カナダへの短期留学を二度経験したり、2014年2016年に、フィンランド国際即興演劇フェスティバルへ出場したり、するなど、活動の範囲を世界規模に広げている。ちなみに、毎日放送のアナウンサー試験を受けたきっかけは、筑波大学の先輩からのアドバイスによるという。 また、仕事は硬派に、プライベートは楽しく、表現をというモットーを掲げながら、3人組、コミックバンド、コヒ心のギタリストとしても活動、ライブハウスやユート t u 制作のマヨブラ流でギターの演奏を披露したこともある。一時は、お尾幸太郎の押しても弾いても、で、アコースティックギタリストのお尾幸太郎から直々に演奏の手ほどきを受けていた。マラソンも、 趣味でフルマラソンに初めて挑戦した淀川市民マラソン大会では3時間53分14秒で完走を果たした。また2006年1月2日にはコンチハコンちゃんお昼ですよ。正月スペシャルの企画で 32km マラソンに挑戦。番組が終了するまでの間に幾田神社から毎日放送本社までの童貞を無事に走り切った。 つくばジャーナル2019.118つくば大学生は同じだが、血縁関係はない当初は、一般職で採用された後輩アナウンサーである、森本直人氏も同様。MBS アナブログ上田隆史オフィシャルブログ2017年5月16日付記事、飛行機の中で同時点での未出演アナウンサーは、赤木誠、井上正雄、川本光生と数少なくなっている。 ありがとうございます。